海外の天才が作った最強の移動装置。みんなは移動手段でエリトラや装置が好きな人は飛行機を作ったりすると思うけど、今回はそんな移動装置に命をかけた海外の天才を紹介する。ディランディさんは海に巨大な船や潜水艦を作ったヤバい人だ。しかもただでかいだけじゃなくてちゃんと移動できる。中を見てみるとちゃんと席も用意してるので複数人で乗ることができるし、ソウルサンドの上に TNT を置けばミサイルっぽい演出にもなるからマジで面白い。今回紹介したものはジャパ版限定だけど、よかったら概要欄から遊んでみてね。